ドジャースは22日、日本時間23日、ジェームズ・パクストン投手をメジャー出場前提となる40人枠から外れる措置、DFA を取ったと発表した。MLB 公式サイトのドジャース版を務める不安トリビオ記者がこの移動を、ドジャースは球団ナンバー4プロスペクトのためにパクストンを DFA との見出しで分析した。 35歳の左腕はここまでタイラー・グラスノー投手と並ぶチーム2位の8勝をマーク。21日、同22日のレッドソックス戦では5回3失点で8勝目を挙げていたが、一夜明けての通告となった。同サイトはナンバー4プロスペクトのリバー・ライアンのローテを開けるため。ライアンは来週月曜日、日本時間30日、 のジャイアンツ戦でメジャーデビューを飾ると説明した。